はい、えー、こんにちは。レトスのおのです。4月1日の3問に入る前にアドバイスさせていただきます。今日から4月です。えー、試験まであと6ヶ月ちょっとです、えー。これまで勉強してきた期間でどれだけ実力がついたか、これをしっかり検証しましょう。私自身が受験生の時は、1月から勉強を始めて、4月の時点で全く実力がついていないことに気づいて勉強法を変えたんですね。4ヶ月間の勉強を あと6ヶ月間続けたとしても合格できないと判断して勉強法を変えたわけですもし自分の勉強法と結果を検証していなかったらおそらく実力の上がらない勉強を続けていて合格できなかったと思いますこの1週間で検証作業ぜひ行ってみてください具体的には解いたことのない過去問や模試これは去年の問でもいいと思いますこれを一度解いてみてくださいでその点数で実力が分かります これは毎日の3問よりも非常に重要な作業になってきますので今年合格するためにもぜひ行ってくださいそれでは本日の3問に入ります B は A に対して B 所有の土地の定当権設定に関する代理権を与えたしかし A は B 所有の土地について C と売買契約を締結した B は C が全員無価失であってもその売買契約を取り消すことができる丸かツかという問題です この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。えー、問題文の状況なんですけれども、B 所有の土地ということなので、B さんが本人ですね。で、B は A に代理権を与えたので、A が代理人。で、C が相手方という状況です。ただ今回ですね、この代理権の内容っていうのは、定当権設定なんですね。 定等権を設定していいですよっていうふうに代理権を与えたにもかかわらず売買契約をしているってことはこれ権限外の行為をしているってことなんですよね権限の範囲っていうのは定等権の設定なんですよにもかかわらず売買契約をしているってことは権限外の行為を行っているということですねでこれっていうのは無権代理行為をしだということなんですねしたがって A は無権代理人というふうに考えます なんで B が本人、A が無権代理人、C が相手方ということですね。で、無権代理行為を行うとどうなるかっていうと、契約に効力が生じないんですね。しかし、相手方が全員無過失の場合、つまり A がこの無権代理人であることを過失なく知らなかった場合ですね。この場合っていうのは、表権代理が成立して、契約は有効になるんですよ。つまり、本人 B っていうのは、 無限代理だから契約の効力が生じないっていうふうに主張することができなくなっちゃうんですね。言い換えると B はもう契約通りに履行しないといけないんですよ。つまり B は売買契約を取り消すことができないということなんですね。そして表見代理がどんなものか知らない方も多いと思うんですけれども、表見代理が成立したら無限代理の行為も契約有効になっちゃうんだというふうに頭に入れておけばイメージしやすいんじゃないのかなと思います。 で、今回は表権代理が成立して契約有効なので、売買契約を取り消すことができないから誤りだということですね。で、表権代理が成立する場合っていうのは5つあります。え、改正前は3つだったんですけども、え、改正民法になって5つに増えました。で、え、これは繋げてちゃんと覚える必要があります。え、記憶するテクニックの基本中の基本なんですね。このつなげて覚えるっていうことは。 なんでぜひですね、試していただければと思います。え、個別指導では、え、テキストや過去問集の解説だけじゃなくて、動画でもこの表現代理についてまとめておりますので、受講者専用の動画にその動画を貼っておきますので、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。え、それでは問い2に入ります。宅建業者 A が B 所有地の売買の売買の,売買の依頼を受け、B と1000人売買契約を締結した。 A は B の申し出に基づき、契約の有効期間を6ヶ月とする旨の特約をしたときでも、その期間は3ヶ月となる、丸か×かという問題ですえ。答えは丸ですね。千人媒介契約の有効期間の最長期間というのは3ヶ月なんですね。それよりも長い期間で特約しても、3ヶ月に短縮されます。なので、今回の問題、6ヶ月っていうふうに契約してるんですけども、これは短縮されて3ヶ月になるということです。 でこれっていうのはお客さんを保護するためのルールなんですね千人媒介契約をしてもしその媒介業者がしっかり募集活動をしていなかったら依頼者困りますよね B さんは困るわけですよでも3ヶ月という規定があれば3ヶ月を経過した時点で他の業者に変えることができますよねだから千人媒介契約の有効期間は最長3ヶ月っていうふうなルールにしてるんですねちなみに専属千人媒介契約も同じです 一方、一般媒介契約、これについては有効期間のルールはありませんので、どれだけ長くしても、また短くしても構いません。その理由っていうのは、一般媒介契約は、千人媒介契約、千属千人媒介契約と違って、他の業者に自由に頼めるんですよね。千人媒介契約、千属千人媒介契約は、卓建業者1社に限られるんです。だから、その1社がちゃんと働かなかったら困るわけですよ。 一方で一般媒介契約は何社でも媒介依頼できるんですねだから1社頼んだとしてもその業者が働かないというのであればじゃあ違う業者に頼みますって違う業者にも重ねて2社とか3社とか4社とか頼むことができる媒介依頼をできるのでだから別に有効期間は短くても長くても構わないというふうなルールになっていますこのように一つ一つ理解しながら学習を進めると忘れにくくなりますし応用力もついてきます 丸暗記学習では実力は上がりません。なぜなら何度やっても忘れてしまうからです。えー、合格するために理解学習をしていきましょう。で、問い3ですね。仮勘地となるべき土地について、質権や定当権を有するものがあるときは、これらのものに仮勘地の位置及び地積並びに仮勘地の指定の効力の発生日を通知しなければならない、丸か罰かという問題です。え答えは通知不要ですね。 え、低等権者には仮勘地の概要を通知する必要ありません。で、これなぜかっていうと、そもそも低等権者って、所有者だったり、死刑者のように、仮勘地を使用するってことはないんですよね。所有者とか死刑者っていうのは仮勘地の指令を受けたら仮勘地を使用するんですよ。でも低等権者は、所有者とか死刑者とは違って仮勘地を使用しないんですね。 まあ収益っていうのは、もうこれ賃貸するってことなんですけども、まあ所有者とか試験者っていうのは仮勘値を使用することもできるし、賃貸することもできるんですが、低当権者は使用収益する権利ないんですよ。つまり仮勘値を使うことはありませんので、低当権者に仮勘値について伝えても意味がないんですよね。したがって通知は不要だということになります。これも理解していただければ、あ当然だなと思いますよね。だから別に覚える必要ないんですよ。 もう理解していただいたら答え導けますので、このような勉強をぜひ行っていただければと思います。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。